パーチ。パーチはアメリカ海軍の潜水艦、ポーパス級潜水艦の一隻。艦名はペルカカの淡水魚、パーチにちなんで命名された。派生して、淡水、海水を問わず、鈴木目の複数種にまたがって呼ばれる種も多い。本艦以降の六隻は、パーチ級潜水艦とも呼ばれる。パーチは1935年2月25日に、 コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1936年5月9日にトーマス・ウィザーズ夫人によって命名、浸水し、1936年11月19日に艦長、ジョージ、ターーキーネック、クローフォード少佐の指揮下収益する。北、大西洋での成長後、パーチは1937年11月に太平洋艦隊に加わり、 第六潜水船隊に配属された。1938年の春には恒例の艦隊演習を行い、2月28日にベイリング海に入ってアリューシャン列島を調査した。1939年の春にパーチは東海岸へ艦隊と共に巡航を行う。1939年10月にパーチはカリフォルニア州サンディエゴからマニラに向けて出航し、 戦隊機関任務に就く。1940年には、チンタを上海へ巡航を行う。太平洋戦争が始まるまで、パーチはフィリピン海域で作戦活動に従事し、真珠湾攻撃の1週間前には、第四海兵団を中国からフィリピンに運ぶ2隻の貨物船を上海沖で護衛していた。太平洋戦争が始まった時、パーチはデビッド・エイハート少佐。 アナポリス1925年組の指揮下にあった。12月10日にカビテを出居したが、パーチはこの日、日本軍の攻撃により、カビテが破壊されるのを目撃した。日付が12月11日になって、すぐ、パーチは最初の紹介でルソン島と台湾間の海域に向かった。これヒドール島沖のキライ布セツ海域を通過し、ルソン島沖に出た。しかし、 はじめの頃は目標を発見することなく、また悪天候にも見舞われたパーチは、高尾沖を経て、香港沖へ移動した。12月25日のクリスマスの夜、パーチは大型商船に対して、魚雷4本を発射したが、命中することはなかった。2日後の12月27日朝、パーチはの香港沖で8000トン級の商船を発見し、2本の魚雷を発射して1本が命中。 この目標は、実際には、商船ではなく、特務艦の島であった。の島は、損傷を受け、航海湾に格座し、後に波浪により、船体が半分以上没した上に切断して、大修理を受ける羽目となった。すぐ後に、一隻の軽巡洋艦と二隻の駆逐艦、一隻のタンカーを発見。パーチは一時間の追跡を行ったものの、結局攻撃できなかった。 日本軍の護衛艦はパーチの戦火確認を妨げた。周囲の安全を確認してパーチが浮上したのは火が暮れた後の21時45分のことであった。パーチはオーストラリアのダーウィンに修理のため向かった。1942年1月12日、パーチは敵艦に対して夜間攻撃を行うものの失敗した。1月17日、 パーチは38日間の行動を終えて、ダーウィンに帰祷した。2月3日、パーチは2回目の紹介で、ケンダリ、セレベス島及び、ジャワ海方面に向かった。セレベス方面では、港や攻撃位置となる狭い入り口の通過を試みた。日本軍との1週間近い接触で情報を得た、パーチは、目標を求めて南へ移動する。月日夜、 パーチは、剣だにをきで、夜間浮上攻撃を行って、大型商船に攻撃を行うが、パーチは、駆逐艦の反撃で指令室前方の、機密室上部構造を破壊され、無線アンテナを破損したため、一時的に通信が不能になった。乗組員は、勇敢にも、敵の厳重な紹介の中、夜に、デッキの修理を行い、急速先行で逃れることができた。その後パーチは、 ジャワ海に向かった。3月1日の夜、パーチはオランダ領東インド諸島、ジャワ島のスラバヤ北西55キロ地点を浮上航行し、スラバヤ西部に陸上部隊を上陸させる日本軍船団に攻撃を開始しようと試みたが、攻撃できなかった。翌3月2日5時49分頃、パーチは駆逐艦塩とサザナミに発見された。潮とサザナミは、 スラバヤ沖海戦で沈没した従順洋艦エクセターの生存者を捜索しているところであった。潮の爆雷攻撃のためパーチは先行を余儀なくされ41メートルの深度に先行した。さらなる爆雷攻撃によりパーチは右弦モーターを損傷し、船体広範囲にわたる浸水を生じる。また、魚雷三本が誤作動で誤発射してしまった。 応急修理後パーチは10時頃に水面に浮上したが、再び駆逐艦の攻撃を受け先行。燃料漏れと損傷したバラストタンクからの気泡で、駆逐艦はパーチを撃沈したものと思い、次の目標を探してその場を立ち去り、パーチは戦場を離脱することが可能となった。デッキは冠水し、機能するエンジンは1台だけであったが、乗組員はあらゆる修理を行ったが不具合は収まらず、 ハート艦長は、乗組員に状況が許せば自沈することを告げた。乗組員は死没を整頓して、最後の時に備えていた。3月3日、早朝、パーチは、試験的に先行を試みたが、最悪一歩手前の結果となった。熟練者による操縦と幸運によって浮上することが、できたが、ダメージによりもはや先行することが不可能であること、明白だった。 この時、すでに日本軍の2隻の巡洋艦と3隻の駆逐艦に発見されていた。駆逐艦の中に前日交戦した塩もいた。6時59分、パーチは塩から砲撃を受け、たまたま艦外で外気を吸っていた乗組員は砲撃に驚いて海中に飛び込んだ。パーチのダメージは前日、全然人と受け続けており、絶望的であった。傷だらけのパーチは、 巨雷も発射できず、微砲も打てず、艦内温度と紛失ガスの濃度は限界を超えていた。ここに来て、ハート艦長は、艦の放棄を命じ、すべての弁が開けられてパーチは、自治を始めた。時に7時16分、艦を沈める努力によりケネスジシャ派と注意が、海軍十字章を受章した。塩はカッターを下ろして、パーチの、全、乗組員を救助し捕虜とした。 5名の士官と54名の乗組員は、病院船天皇丸、オランダ船、オプ天皇と6076トンに収容され、ハート艦長以下の幹部は、従順洋艦足柄で尋問を受けた、木又、敵潜水艦攻撃40ページ。その後、士官と乗組員は、大船収容所に移され、一部は、足尾銅山で強制労働を強いられた。 6名が大船収容所で栄養失調のため死亡したが、残りは戦後帰国した。パーチは1942年6月24日に除籍された。パーチは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。2006年11月23日、ジャワ島沖での潜水調査を行っていた国際潜水チームが偶然にパーチの船体を発見した。 同チームはエクセターの戦隊撮影を行っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。